好む。じゃあ。
参加も高校、高校の5時間1時間間に合わなければ2時間あの気を付けてくれないだから1時間も見て翌日がみんな仕事平時なんですか、そこまで深くは飲ませなかなっていう多分いいかなはずですか行こうって多分いいわしだから仕事ぐらいの人はみんなすごい待ってて楽しいじゃん。カフェマヨンスさん。酒飲みで来れるんですか？最近。そうですね。アメリカに行っても。ああ、みたいな。なんか20人ほどの人が。いっぱい来ました。山あったの？山あったの？全然、俺もなんかどこだったの？結構だとみんな詳しいな。そうですね。全然知らない。で、復活してきます。
座るんだな。そう、ラジオとか座るのか。ライブは木室が引退したじゃないですか。そのあたりから思いますけど、その前に震災があってコンプレックスがあって、はい、ちょっと自分の方が引き上げられて、そこに行ってそこから、まあ、あれで忘れてもらえないじゃん、笠原くすみません。学生の頃に一回一人一人知らないバンドぐらい持ってたよに行ったぐらい審査さしてくれるぞ。確かに、そうだね。その時はサッツだったから、確かにその辺だから全一杯ぐらいしてやるし、何よ、緊張しようと一杯しないから。はい、お待たせしました。あI'm gonna go to the hospital.
しいです。被害者である皆さんの資金を取り返すのか、我々弁護士の本来の仕事であることを知っていません。さあ、あ、そう一つだけ言えば、この破産をおっしゃるうどんさぬきを知らないかというのは、確実に防ぐことができるんです。我々が今できる方法としては、これが最善です。順番の裏のソリューションが、Thank you.
はい、
たらもうそこに座れ、うん、そっと泣き夫の仏壇に
お母さん、それは違うわ。完全に誤解しとる。別に儲からんよ、金融庫だって。利益とか儲け、儲かれます、儲かれますけど、そういう話はダメだって言うな。特に50代、60代、70代で儲かる儲かるんだけど、それは逆作用になりますから。儲かれへんって、こんな何を言ってるの？安全なんや。今は何だかっけ、現金の価値をどんどん下がってきてるし、金庫だけ、金庫の価値でいれば一番ポイントは、金庫は買うんじゃないよ、投与するんじゃないよ、正直この天使会をするだけなんだ。まず、金は投資ではなく貯蓄であると何十回も繰り返し説明する。Thank you.